はい、マンドリンの弾き方の番外編ということで、楽器の選び方はね、どういうところ、楽器屋さん行って楽器選ぶときにどういうところに注意して選んだらいいかというのを少し紹介したいと思います。で、今日はちょっといつも使ってるやつと違うんですけど、いつも使ってるやつが、弾きすぎて、そろそろ弦がバテてきたので、弦変えようかなと思ってしてたんですけど、もう一つ僕持ってるんですけど、それがまた新しい、割と比較的新しい弦張ってたので、この前から使ってるんですけど、これは、宮野じゃなくて松島の MS4 ビスっていう、タイプのマンドリンなんですけど、別に僕がここでレッスンしてるからこれを勧めてるっていう意味でもなくて、僕がこの音すごい好きで、自分で買ったんですよ。別にどこで教えとくからどの楽器を勧めなあかんとか、そういうの僕全部嫌いなんで、ほんまにもう好きなものは紹介しますし、気に入らんのは紹介しませんので、これすごくいいんですよ。今松島は今あんま出てなくて、宮野がねよく売られてると思うんですけど、まず開放弦ね、こう鳴らすね、この響きですよね。あと押さえた時、こういう音ね、普通押さえた時の方が余韻はすごく短くなるんですけど、こういう鳴り方と押さえた時のこういう鳴り方ね、ぜひトレモロをするとね、ちょっと楽器の差が出てこないのでね、こうやって単弾きでね、ピッキングの単弾きで余韻をねよく聞いてね、どんだけ響くか、あと上の方ね、これが気持ちいいですよね。こういうのがねやっぱり良くなりますね。実際こんなとこ使いませんけど、この辺もねよくで、さすがにねこう4弦になってくるとね、この辺やっぱりいかにも苦しい音をしますやんか。でそれがあんまり良くない楽器になってくると、この辺弾いてるのに、なんかこういう苦しい音が鳴り出す楽器があるんですよ。そういうのは避けたいですね。この辺まで十分綺麗にね余韻が残るようにしてね。であとはこう流した時にね、こういう感じね、うまく音色がね、あとこっちで弾くと柔らかい音、こっち音色の変化とね合わせて、でここがやっぱりちょっと巻き弦とプレーン弦で少し差が出るんですけどね。でこれがもっとオールドになってくるとね、古いマンドリンになってくるとやっぱりちょっともうちょっと馴染みが良くなるかな、全体的にまとまった音で、主に新しい楽器買うときはやっぱりもうここはしょうがないですわ。この音色が違うのが気に入らん人はもうちょっと、巻き弦使うとかして調節するとねいいと思います。であとは裏の材質やね、これメープルなんですけど、メープルの方が割とキャン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 、なんか子犬がキャンキャン吠えるみたいな明るい音ね。で裏がローズウッドの方が割とズンとね、鋭く前に飛ぶような音になりますのでね、ぜひ楽器選びの参考にしてみてください。